グループの視聴者の皆さん、こんにちは。10月23日にリンゴルフのプロアマを開催します。私たちとぜひ一緒にゴルフをしましょう。10月23日お会いできるのを楽しみにしています。詳細は概要欄をご確認ください。深口美奈子です、福岡県出身です、得意なクラブはウッド系で、ベストスコアは64です。優勝目指して頑張ります。頑張ってください。坂井瑠奈です。埼玉県出身で得意なクラブはドライバーです。ベストスコアは65で、たくさんバーディー取れるように頑張ります。頑張ってください。古谷翔太です。東京都出身です。得意なクラブは8番アイアンで、スコアは64です。今日は暑いんですけど、最後まで頑張りたいと思います。頑張ってください。第3回リンゴルフフューチャーズトーナメント始まりました。古谷翔太選手です。1番ホールドライバーショットです。グリーン、フェアウェイ左、ナイスショットです。ナイスショット。坂井瑠奈選手、ドライバーショットです。フェアウェイ真ん中、ナイスショットです。ナイスショット。坂口美奈子選手、ドライバーです。フェアウェイ右方向に飛んでいますが、キックはフレンドリーなキックでラフに着地しましたが、フェアウェイまで戻ってきました。坂井瑠奈選手、約125ヤードアゲインスト。ピンに向かって飛んでますが、距離はちょっとショートでした。古谷翔太選手、残り120ヤードです。ちょっと引っ掛け気味ですが、グリーン真ん中にナイスオンです。ナイスオン。坂口美奈子選手、約120ヤード着、つま先上がりのライです。ピンに向かってまっすぐ飛んでます。距離次第、ナイスオン。ショットでしたが、上りのパットを伸ばしてます。坂井瑠奈選手のアプローチです。ふわっと上げて、ちょっと傾斜を読み切れませんでした。かなり下りに見えたのでしょうか、ショートしてしまいました。坂口美奈子選手、バーディーパットです。上りのグライン、曲がり具合を読み切れるか。ちょっとショートでした。古谷翔太選手、バーディーパットです。スライスラインでしょうか。しっかり打てたようです。読み切れるか、惜しい。坂井瑠奈選手、上りのフックラインです。しっかり打ったが、残念ながらグリーンになってしまいました。ナイスパー。ナイスパー。
2番ホールにやってきました。打ち下ろし左ドッグ2打目は池越えのパー4です。フェアウェイ左にナイスショットです。フェアウェイ右ナイスショットです。ちょっと右に出ましたが、右のラフでしょうか。傾斜にとバウンドで戻ってきました。前の木がスタイルになっていて、低い球で前に出すしかありません。157ヤード上り池越えです。ユーティリティを持っています。グリーン左に行きました。翔花選手残り約140ヤード弱。グリーン真ん中にナイスオンでしょうか。グリーン右に飛んでいっています。ナイスオンです。坂井瑠奈選手スタイミーでチョン出し3オンでパーセーブなるか。約8メートルかなりのフックラインになります。惜しい。坂口美奈子選手スライスライン、これもスライスラインを見切れるか。惜しい。ナイスパー。クリア。翔花選手、坂口選手と同じようなラインです。スライスライン。曲がり具合を見切れませんでした。ナイスパー。パー3。ピンに向かって飛んでます。距離はどうか。ナイスオン。ちょっとショートですがオングリーンです。ピンの右ナイスオン。ピンの左ちょっとショート。古谷翔花選手バーディーパットです。届くか。ちょっと打ち切れない。ナイスパー。出だしの2ボギーを1つ取り戻せるか。フックライン、ちょい下りが入ってます。惜しい。ナイスパー。坂口美奈子選手2メートル50センチバーディーパット。スライスラインだと思います。
どう見てもスライスラインでしたが曲がりませんでした。